姫姫、今は何もお気になさらず、ゆっくりと体を休めてください。不思議だ、姫というと、その姫自体は、いや、失礼、何でもありません。そう、時折姫がこの世の人ではないのではと思ってしまう。ああ、いえ、私は何を言っているのだ。いや、失礼、姫君は変わったお方だ。はじめにお会いしたときとは印象が全く違う。もちろん今の姫君の方が魅力的ですが、あなたは神秘的で素敵な姫君だ。こちらへ。窮屈でしょうが、この藁の中に隠れていてください。何を申される。では、拙者も姫と共に隠れるとしよう。一人ではいられないのであろう。ならば二言もない。さあ、こちらへ。どうやって今日は先へ行ったのだ。では参りましょう。いかがされた。まだ疲れが取れませんか。馬の蹄の音か。姫、もうすぐ街道に出る。
あとは一気に城まで走りますぞ。姫、参りますぞ。敵か、あるいはお味方か。しばらく。そこにおられるのは初姫様と存じるが、いかがか。人違いだ。ほう、さればどなたかな。お教え願いたい。拙者は椿大之丞。これは女房とは。さよう。ならば女房としての証を見せてもらえぬか。証？証などない。なければここを通すわけにはいかぬな。ご見儀なさるとは、ご城下のお方か。さよう。名は何と申される。大野信政。大野殿、拙者浪人とはいえ、馬上からの者の言いよう無礼であろう。なるほど、それは確かに。口づけをします。よろしいですか。参る。信政殿、我が妻という証を見せようぞ。いや、それには及ばん。馬を降りて確信したぞ。その女が初姫であることをな。帯の後ろにつけている脇差し、江の門から筑波宗茂の者に相違ない。ふん、猿芝居を打ち寄って、姫も姫じゃ。望月藩の姫様がこのような浪人風情と白昼堂々抱き合うとは。兄者が藩の先行きを嘆くのも道理。ま、初姫と分かったからには生きて城下入れるわけには参らぬ。覚悟なされい。もはやこれ以上無益な血を流さずともよいと思ったが。少子、信政の槍、生きて逃れ切れた者などおらぬ。ならば拙者が最初になるのであろう。
ただの浪人風情に出せる殺気ではない。手応えはあるぞ。では参るぞ、必殺方向電撃突き、見事受けてみよう。あれ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 。大した腕よ、嬉しいぞ。当然だ、背負っているものがお主とは違う。何を？兄の言葉を鵜呑みにして主君の姫を殺そうとする不忠者とは次元が違うのだ。浪人ごときが兄上愚弄し拙者を不忠と申すか。許さぬぞ。我が兄はこの世の誰よりも尊く悟いお方。浪人の分際で何がわかる。おれや。まだ逃げるか。だがいつまでもつかな。どうやら論ずるだけ無駄な相手ということか。貴様などと論ずる言葉など持たぬわ。それより椿とやらもう後がない。とどめの突きを受けるがよい。なるほど。だが私は今5人の仲間の命とともにここに立っているのだ。その者たちは傭兵とはいえ忠義の者。決して自らの欲望を正当化させ年若き女子を切ったりはせぬ。何？ここでお主に負けては残してきた友に顔向けができぬ。水郷流月か。何？まやかしを斧が体で受け止めろ。方向電撃突き。
姫、聞こえるか？もう大丈夫。かわいそうに震えているのか。姫、花輪殿か。姫、城から迎えが来られた。さあ、顔を見せてあげるといい。初姫様、初姫様、おお、よくぞご無事で。よくぞ姫を助けてくれた。いや、お手柄であった。本当に何と礼を申せばよいのやら。礼などとは、拙者は頼まれたことをしたまで。謙遜なさるな。おかげで姫が助かった。
まったく今日はめでたい。さあまずは一献。おっとと、酒がこぼれる。おお、すまぬすまぬ。嬉しい時の酒は格別と申すもの。タイの城殿、今日は朝まで飲み明かしましょうぞ。では弥平殿、お付き合いいたそう。そうでなくては、酒じゃ酒じゃ、どんどん酒を持ってまいれ。はい。姫、久しぶりでございます。では早速ご同行願えますか。では参ろうか。これはどうしたことか。さっぱり酒が参らぬな。まあまあ、のんびりと待つことにしましょう。しかし、せっかくタイの城殿の労をねぎらおうと思っておるのに、いささか失敬な。おう、どうした。タイを酒を持って大変だ、大変なことにございます。なんじゃ急に。何かあったのか。姫様が、初姫様が天守閣に。何？お目覚めか、お姫様。そう暴れるでない。話していいのか。別に構わんが、バランスを崩して松坂様に落ちてしまうぞ。その美しい顔も、この高さから落ちればザクロのように砕けてしまうぞ。
それもまた見物。北浜の城に兵を送ったそうだ。バカ、おとなしく捕まるまで待っているとでも思ったか。どうせ花輪の差し金であろう。だがもはやどちらかと同じ。だからどうした。この後に及んで命が惜しいと思うのか。どうせ死ぬのなら真の始皇帝のごとく友を従えるのも権力者としては当然の決意。姫、見られる。あの美しい雪、我が君はここに落日する。さあ、我らを招いているようではないか。憎くもがくな。せめて最後は姫らしく振る舞ってみせたらどうだ。相変わらずみっともない娘だ。まあいい、そうやってあがいて、せいぜい見物人を集めるのだな。道連れは多いほどいい。天守閣にはすでに爆薬を仕掛けてある。しばらくすれば恥ずかしい、燃え上がるだろう。人々が逃げ惑う姿が目に浮かぶわ。言ったであろう、権力者の債務としては当然の権利だ。だからこそなおさらだ。どうせ死ぬのだ。姫、人はいかに死ぬかが大切だと思わぬか。源義経も織田信長も燃え落ちる家屋の中でその生涯を遂げた。私も先人の教えに従おう。捕らえられ切腹斬首より燃え落ちる天守閣で我が人生の最後を飾ろう。何、愛ぞ女。うるさいというのがわからぬか。黙れ。ここでその舌を切り取ってやろうか。どうだ、やめてくださいとひざまずけ、泣き叫べ。ふん、主君の姫君よ、従者である我にひざまずき命乞いをしろ。やめろ、見苦しいぞ。貴様は姫、すまぬ、少々油断していた。まさか城に乗り込んでこようとは。貴様は、そうか、貴様がこの娘の用心棒か。散々私の邪魔をしてくれたようだな。姫を離せ。すぐに人も登ってこよう。もはやここに逃げ場などない。ふん、
謀反を起こした時から死は覚悟の上、我が身をもって藩の害虫を取り除く。そしてこの死を歴史に残すのだ。何をバカな。さすればいずれ第二第三の春元が生まれてこよう。黙れ。年寄りには登ってくるだけで苦労じゃわい。姫様。花殿、すぐに天守閣から人を遠ざけられよ。しかし姫があのような。花殿、これは姫の命。しかし姫、心得ましてございます。つまらぬな。我が道連れは姫と貴様だけか。姫から手を離せ。嫌だと言ったら。おお、私ごと切るか。貴様の腕前なら見事に切れそうだね。さあ。ほう。泣かせるね。姫。聞いての通りだ。ボートやらされ。私がこの女と死して添い遂げる。一撃に貴様は邪魔だ。姫、私もあなたに惹かれていた。だがあなたは姫君、拙者は浪人のみ。あまりに身分が違いすぎる。高嶺の花と諦めていた。しかしどうしてもあなたを諦めることができなかった。あなたを愛してしまったのだ。もう我が身などどうでもよいのです。あなたがいない人生には意味がない。王の春元よ、我が命姫の代わりに差し出したい。姫を助けてやってくれ。貴様の命などすでにもらったも同然。お望みどおり死ぬがいい。風下に立ったのが運の尽きと思い、南蛮渡来の薬の味、その身をもって味わうがいい。しまっ。現術三鬼地獄。我が術の味はたっぷりと苦痛を味わうがよい。なんだこれは。
苦しむ、怯えよ、無様に泣き叫べ。これはな、姫、人に恐ろしい幻覚を見せるという毒薬よ。あいにく私は金が苦手でな、これが私の戦い方なの。そこで見ているがいい、野良犬の死に様をな。さあ、そろそろ悪夢から解き放つよ。覚悟しろ。すぐに楽にしてやる。これで最後。とどめだ。やりおったな。バカめ、もはや日没、爆薬が点火する。どうせ逃げられはせぬぞ。命を狙った男だぞ。刀は武士の魂、それを捨てることはできん。私が、この私が姫に命を助けられるというのか。私は間違っていたのかもしれない。姫よ、私はどうやらあなたのことを勘違いしていたようだ。非礼をお詫びしたい。いや、これ以上近づいては危険だ。まもなく日没、仕掛けた爆薬が点火する。
早く逃げなさい。姫、私はあなたが藩を継いでしまっては立ち行かぬと思っておりました。優秀な者が継いでこそ望月藩の繁栄があると。しかしそれは私の独りよがりであった。ただのじゃじゃ馬姫かと思っておりましたが、真の勇気を持っておられる。今私は清々しい気分になっております。何年ぶりでしょうか、このような心持ちに。良き望月藩をお作りくだされ、姫君。さらば。なんとか。すまやってみよう。ああ、どうやら視力を落としたようだ。うん、姫が絶世の美女に見える。姫君、よくお聞きください。私を置いていくのです。わがままを言ってはなりません。今の私は足手まといだ。一人なら逃げ切れる。その気持ちは私とて同じ。しかしここで命を失えば置いてきた仲間たちに顔向けができませぬ。それに姫が生きてさえいれば私が生きた証になる。それはどういう。遅かったか。では、あなたは誰なのです。
識だけ。普通？普通か。すまん、茶化して悪かった。何故そのような。なるほど。で、さゆり殿が初姫様に乗り移られ、その初姫様を我らが助けたというわけかな。素晴らしい。これは実に面白い。いや、生まれ変わりや乗り移りの事例は今まで初見で記憶あれど、本物は初めてだ。実に興味深い。オフコース、意識や精神が遠く離れた土地の人に乗り移るという現象はチベット密教でも信じられています。他のダライラマは構想の生まれ変わりと言われている。あとは信じるか信じないか。イエスイエスイエス。そして私はそれを信じる人なのです。まずいな、火の手が強くなった。さゆり殿、拙者思いのほか元気になってまいりました。あなたは私を理解してくれる唯一の女性、決して失いたくはない。そして未来の世界の話を私に聞かせてほしいのです。さゆり殿、いや、さゆりは私を信じられますか。実は拙者、長年の研究と修行の成果で空を歩く術を身につけたのです。先ほどさゆりは私を信じると申した。拙者はさゆりの言うことは信じているのに。ではさゆり、あちらへ参ろう。この辺りかな。さゆり、踊るように参ろう。シャルイダンス。お手をどうぞ、お嬢様。いえ、カッコつけて落ちているんです。やはりマントは冬用に限る。頑丈だ。
できたらいいなと思って、つい。痛い痛い。